テニスチャンネルへようこそ。今回はレジェンド選手を紹介するゆっくり選手名鑑。紹介するのは伊達公子だ。おお。以前ステフィーグラフを紹介する動画を作ったのだが、ちょうど冬休み頃で時期も良かったのか予想外にたくさん再生していただきましてね。味を占めた私は次は伊達公子の動画を作ろうかな、と思っていたのだが。いたのだが？春頃に NHK アカデミアという番組で伊達公子が自分の話をしていて。はぁ、私は、先を越されたか、と。本人と張り合ってもしょうがないよ。まあそれは冗談だが、この番組はウェブで視聴できるみたいなので興味のある人は見てみてね。とっても面白いですよ。この番組と同じようなことを言ってしまうところもあるけど、なるべく私なりの視点で伊達公子を紹介したいと思うよ。伊達公子は1970年生まれ、京都出身。身長163センチ。その小柄な体で世界のトップとバチバチに戦い、アジア人として初の世界ランク4位に到達している。すごい。しかしフェドカップで絶対的女王ステフィーグラフを破り、ウィンブルドンでベスト4に到達するなどキャリアの絶頂期にいるかと思われた1996年に引退。びっくり。しかし12年後の2008年、37歳にして現役復帰をして日本を驚かせ。普通引退してる年だよね。またその年齢にして世界のトップ選手たちを相手に活躍してしまうので世界を驚かせた。おお。その伊達公子は自他ともに認める。ちょうど級の負けず嫌い。プロ時代の彼女のコーチによれば、チームで何の気なしにじゃんけんをして伊達が負けてしまうだけでも大変なことになってしまうらしい。あらら。こういう人はきっと周りが気を使って、公子はじゃんけんしなくていいよ。なんて言っても、ダメ、じゃんけんはする。そして私が勝つ。とか言い出すのだ。セリフは全部想像ですので。そんな伊達に、勝負となるとちょっと尖ったところがあるのはしょうがないことなのだ。なのでテニスファンならば彼女のツンツンしたエピソードをいくつかは知っているのではないだろうか。先進に、おばさーんって言ったり、観客に、もう、ため息ばっかり、と叫んだり。ああ、まあため息はマジで萎えると思うので気をつけよう。そのあたりは有名なので今回はあまり知られていなさそうなエピソードを紹介しよう。ほう？私はあんまりマメな人間じゃないのでどの大会の試合だったかは覚えていなかったのだが、対戦相手とスコアは覚えているので記録と照らし合わせるとおそらくこの試合だろう。2011年、インディアンウェルズ。伊達はセルビアのアナ・イバノビッチと対戦。イバノビッチはグランドスラム優勝経験もあるバリバリのトップ選手。見てる私たちからすると40歳の伊達が負けてもしょうがない相手なのだが、ファーストセットを失い、劣勢を強いられる伊達はかなりカリカリしている様子だ。ほう。セカンドセットに2-5とリードされたところでコートチェンジ。ゲーム数は3離れているが次は伊達のサーブ。つまり1ブレイクの差で次の自分のサーブをキープし、その次の相手サーブをブレイクすれば追いつけるという状況。ふむ。このコートチェンジでオンコートコーチングが行われ、ベンチに座る伊達にコーチが膝をついて向かい声をかける。相手のサーブ、こっちのバック狙ってくるからな。と。ははぁ。しかし伊達はほとんど言い終わるのを待たずベンチから立ち上がり。次、私のサーブなんだけど。と吐き捨てるように言い立ち去るのであった。え、どういうこと？つまりこのコーチは相手サーブをブレイクしないと追いつけないので次のゲームについてアドバイスをしたのだが。伊達はこの劣勢のまま次ブレイクされたら負けるのに何言ってるんだ。と呆れて立ち去っていったのだった。あわわ。このアドバイスがトンチンカンだったか私にはわからないが。ともかく伊達はそう感じた。一人置き去りにされ誰もいないベンチを見つめるコーチ。私は。テニスを見ていてあれ以上気まずい思いになったことがない。それは災難だったね。しかも伊達は、復帰後のセカンドキャリアでは勝ち負けだけじゃないものが見えてきて。と言ってるのにこれだからね。ただ伊達もそんな自分の性格をわかっているので、自分のコーチを務めてくれる人には大変に感謝しているそうなんだ。へえ。ともかくそんな伊達公子はまさに、ツンツンに尖った勝負の鬼。おお。小柄な彼女が世界で勝つために磨いたテニスももうツンツンに尖っている。伊達のテニスといえばもはや彼女の代名詞でもある。ライジングショット。バウンドしたボールが上がりきる前に打つことによって、より早いタイミングでボールを捉え相手の時間を奪うことができる。おお。お見事。テニス界屈指のハードヒッター、モニカ・セレスを相手に、非常に高いポジションを取っているのがわかるね。角度をつけたフォアにセレスのミスになるが、相手のボールが甘くなると見た伊達がぐっとポジションを上げているね。これは大胆。ライジングショットはバウンド直後の勢いのあるボールを弾き返すことによって、パワーのなさを補うこともでき、また早いタイミングでボールを捉えるということはよりコート前方でボールを捉えることになり、広角にコートを使い攻撃することができる。なんだかいいことずくめだね。ところがそうでもない。というと？口で言うのは簡単だがライジングショットは、めちゃくちゃ難しい。おお。っていうか今の何？伊達はむしゃくしゃした時よくこれをやるのだ。ひえ。
伊達のフォアハンドを見てみよう。非常に小さくラケットを引いて、コンパクトなスイングでボールを捉える。打ち出されるボールはかなりフラット系だ。ラケットを早く振ることよりも正確にボールを捉えることを重視する。そんなライジング全振りのフォーム。伊達公子のショットはまさに、ライジング過激派。過激派。ライジングショットを武器にする選手は他にもいるが、伊達公子ほどライジングに特化した選手はいないだろう。おお。普通はライジングショットといえど打点はなるべく高く取ろうとするものだが、伊達はタイミングの速さを重視するライジング過激派。またフラットな球質も相まり低い弾道で、相手選手は打点を高く取れず非常にやりづらい。ふむふむ。またもう一つライジングショットのデメリットが、ライジングは相手の時間を奪うことができるが、それは自分にも時間がないということだ。むむ。しかし伊達はパワーはないが、そのフットワークの鋭さは世界でもトップレベル。ポイントは取られるがこのスピード。速い。そのフットワークと優れた判断力で、ライジングに特化した難しい戦法を実現しているんだね。なるほど。しかしこの難しいプレイをやり続けて相手に勝つというのはまるで、相手は鉄骨の上を渡っているのに、伊達はロープの上を走っているような状態だ。おお。またライジング過激派の伊達は使う道具も尖っている。ほほう。彼女はなんと 380g 程度の、超重量級のラケットを使っていたというんだ。380?男子選手でも相当重くて350程度と聞くので、これはかなりの数字だ。この重さも自分からラケットを振っていくのではなく、よりラケットを安定させ相手のボールの威力を跳ね返すためなのだろう。ほほう。これは伊達の2度目の引退記念に販売された伊達仕様のラケットなのだが、これにストリングスとグリップテープを巻いたらちょうど 380g くらいになりそうだね。グリップサイズ3とあり、伊達の体格にしては太いグリップを使っていることがわかる。ふむ。私はこの特別仕様、というのが何のことなのかなと思っていたのだが、冒頭で紹介した NHK アカデミアで本人が話していましてね。伊達のラケットのグリップはテーパー状というか、上部より下部にかけて太くなっているそうなんだよね。へえ、そんなの初めて聞いたな。よく言われるのが細いグリップの方がリストを効かせやすくスピンショットに適している。太いグリップの方がラケットをしっかり持ちリストを固定しやすいのでフラットショットに適していると。伊達もよりしっかりとラケットが握れるようにこの仕様にしているということなんだ。ほほう。伊達はバックハンドも非常にコンパクト。フォアハンドとは片手で打つか両手で打つかの違いで、二つのショットは鏡合わせのようにそっくりだね。ふむふむ。伊達はバックハンドでも右手を握り替えないのがユニークだね。ほんとだ。でもこれもスタテミで本人に先に言われちゃいましてね。だから本人と張り合わないように。まあそういう動作のシンプルさも手伝ってか、伊達はリターンも非常にいい。鮮やか。また彼女はもともとは左利きなので、際どいボールを左手一本で打つ場面がよく見られた。すごい。サインも左手で書いていますね。ほんとだ。左手の感覚に優れていたからこそバックハンドを得意にしていたのかもしれないね。さてラリーが続いていますが、相手のドロップショットに反応しネットに詰める。ロブで抜こうとする相手に、なんと左手の背後で。また伊達は小柄でリーチは短かったが、気を見てネットに詰め、ボレーも高い技術を持っていた。おお。伊達の攻撃的なスタイルには決め切る力は不可欠だったのだ。なるほど。伊達の最初のキャリアのハイライトを一つ選ぶとすると、やはりフェドカップでの絶対女王グラフに対する勝利。有明での完全ホーム状態の一戦ではあったが、これはものすごいことだ。伊達が取った作戦で有名なのが、グラフのフォアと打ち合うというものだった。ほう。普通選手たちは超強力なグラフのフォアハンドを避けてバックハンドにボールを送るのだが、グラフの低く重いバックハンドスライスショットに支配されてしまったり、またバック攻めというのはあるしテニスのセオリーを破ることになってしまうので、空いてしまったオープンコートにグラフ独特のものすごい回り込みフォアハンドに仕留められてしまうのだ。ふむふむ。フォアの打ち合いを避けないというのはいわば真っ向勝負なのだが、激闘を制し勝利。おお。で、映像は？まともにボールが見える映像が見つかりませんでね。NHK アカデミアで少し試合の映像があるので、そちらをご覧ください。リンクを貼っておきます。そして同96年ウィンブルドン。準決勝で再びグラフと対決。なんという二人のショットと動きの鋭さ。わあ、
あと一歩のところまで女王を追い詰めるのであった。そして復帰後のセカンドキャリアでは、女子テニスにパワーテニスの時代が到来していた。ドジャー。相手とのパワーの差は大抵ものすごいのだが、時に技術で相手を翻弄し、うまーい。時に相手のパワーを跳ね返す。すっげ。年齢からは考えられないようなパフォーマンスで若い選手たちを翻弄するのであった。対戦相手の選手たちにしばしば困惑の表情が見られるのが面白かったですね。フレンチオープンで元世界ランク1位のディナ・ラサピーナを破ったり、ウィンブルドンでは優勝5回のビーナス・ウィリアムズと接戦を繰り広げるなど活躍した。すごいなぁ。最後に私が伊達らしいなと思ったエピソードをもう一つ紹介しよう。ほう。2022年オーストラリアンオープン。引退した伊達はワウワウで解説を務めていて、女子決勝を前にスタジオではアシュリー・バーティのプレイのハイライトが流れていた。バーティのスライスショットにミスを重ねる対戦相手たち。スタジオはバーティすごいですねー、という空気。しかしそこで伊達が一言。それにしても、ここまで対応できないものですかねー、と。伊達はそれ以外のことは言っていないのだが、たく最近の若いのはだらしないなぁ、という心の声をつい想像してしまう。想像ですので、居合わせた男性解説者は、いや、相手をミスさせる変化とか、あると思いますよ。そういうしかないが、世界の伊達を前にしては何を言っても薄っぺらい。とんだもらい事故だね。と周りの人は翻弄されてしまうのだが、この我が道を行く感じ、なんとも言えない魅力があるよね。さよですか。そんな伊達貴美子は今は世界で戦える後進を育てるべく、ジュニアの育成プロジェクトを立ち上げたり、選手のステップアップのための下部大会を整備するなどに尽力しているそうだよ。日本の女子テニスの将来に期待したいね。というわけで今回は以上だよ。伊達貴美子の凄さと魅力が少しでも伝わったら嬉しいよ。それでは、また見てねー。